はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画はデッドスペースの収納紹介です。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。まずはリビングに置いてあるクリーニング家電の裏側、マグネットが貼れるようになっているので、いろんなお掃除アイテムを収納しています。上段で使っているマグネットフックはセリア、キャンドゥ、ダイソーなどで売られている S 字型のマグネットフックです。とても強力で気に入っていくつか愛用しています。お掃除シートは100均のクリップをつけて S 字フックに引っ掛けて収納しています。大きめのフックだと穴が入らない場合があるので注意が必要です。そしてカーペットクリーナー、こちらはカインズで購入したものです。無駄がないシンプルなデザインがお気に入りです。使っているカーペットテープっていうのかな、こちらはニトリで購入したものです。こちらは斜めカットになっているので剥がしやすく無駄が少ないです。こちらにはウェットシートを入れています。さっと細かいところを掃除したい時なんかに使っています。こちら手前につけているのがセリアで購入したピタッとキャッチ、奥にあるのがダイソーで購入したモップキャッチというものです。モップキャッチの方がスムーズにかけれて取ることができるので、こちらの方がおすすめです。モップキャッチの方が幅広い太さのものに対応していると思います。このように浮かせて収納できるのも魅力的です。下には充電器を貼り付けています。先日紹介したマグネット付きのケーブルです。こちらの電源タップは楽天で購入したものです。こちらは充電しているスマホを上に置けるようになっています。これはスイッチなんですけれども、こんな感じでスマホを置くことができます。こちらはセリアの収納ケースです。これにモコモコハンディワイパーの替えストックを入れておきたいと思います。セリアで購入した粘着テープフックを使って貼り付けます。本当は先ほど使っていたこの S 字のマグネットフックで付けようと思ったんですけれども、段差があって取り付けれなかったので新しく粘着テープを買ってきました。ここにモコモコハンディワイパーがあるので動線がとても良くなりました。テレビ裏にもフックを取り付けて液晶用のお掃除シートをかけて収納しています。ここにあると気づいた時にパッとテレビをお掃除することができます。髪の毛がピョーンと出てるのが気になりますね。続いてはトイレの手洗いの下の扉の中の収納です。トイレ掃除をするときは使い捨ての手袋を使うので、このダイソーで購入した手袋をかけて収納しています。スプレー缶など置けないものがあったので、この突っ張り棒を使って収納スペースを増やしたいと思います。棚などはつけずに突っ張り棒2本だけつけて上にスプレー缶などを置きました。こちらはキッチン下の収納です。突っ張り棒と100均で買える棚をつけてデッドスペースに調味料を置いています。突っ張り棒は見た目もあまり良くないし、すぐ落ちるイメージがあったのであまり好きではなかったのですが、便利グッズを使ったりちょっとしたコツで落ちないようになることが分かったので、ちょっと収納を増やしたいと思います。突っ張り棒を奥の方につけるのすごい大変だったので、ちょっとこの引き出しを取りたいと思います。持ち上げて引くとバコッと取れるのですが、一人でやるのは危険なので、やる際は二人でやってみてください。今回は突っ張り棒を落ちないようにするために、シリコンキャップカバーというものを購入しました。こちらはセリアで購入したブリッジシェルフという棚になるものです。シリコンキャップカバーは先端につけるだけなので簡単に使うことができます。突っ張り棒は真ん中の部分がバネになっているので、使うスペースの長さよりも長く棒を取って片方を押し付けてギュッギュッと押し込むとしっかりと取り付けることができます。あとは上にブリッジシェルフを置くだけです。はい、この重い引き出しを戻します。乗せてね、ちょっとコツいるんですけど、
開け閉めすると簡単に戻すことができます。ただ危ないので一人ではやらないでください。我が家はファイルボックスを入れているので、あんまりねスペースが取れなかったからケースが入らなかったのですが、こういったケースを入れてストローや割り箸だったりとかキッチンの細々したものを入れるのもいいですし、ゴミ袋のストックなんかを入れるのにも良さそうです。こちらは楽天で購入した隙間収納ワゴン、奥行き44センチタイプ、幅12センチのものを使っています。他のサイズも売られています。かなりスリムなのですが、思った以上にたくさんのものを入れれるので、本当に買ってよかったなぁと思う家具の一つです。こちらは楽天で購入したワインラック、重ねて使うことができるので上のデッドスペースを有効活用することができます。我が家では水筒収納に使っています。こちらで使っているキッチン収納アイテムはダイソーで購入したものです。かけて使っています。見た目はちょっとイマイチなんですけれども、キッチンでよく使うアイテムを吊り下げて収納しています。物は隠しすぎると使いにくいし、出しすぎると見栄えが悪い、そのバランスを考えていつも収納しています。こちらはゴミ箱が置いてあるスペースです。ゴミ袋は無印のファイルボックスにリヒトラブのハンキングフォルダを使ってかけて収納しています。3種類の指定のゴミ袋があるんですが、ここのゴミ箱で使っているゴミ袋は1種類なので別の収納方法に変えたいと思います。まずは奥に1本突っ張り棒を設置、そこにゴミ袋をかける。このままだと全部バサッと取れてしまうので、もう一本突っ張り棒を取り付けます。これで完成です。他のゴミ袋は別の場所に移動したので、ファイルボックスが余りました。こちらは蓋を下につけてキャスターを取り付けることができます。ここには、あまり出ないゴミ、例えばキャップだったりとか、あとは電球だったりとか、そういったもののゴミ箱にしたいと思います。続いては玄関防止収納の紹介です。使っているアイテムは楽天でもニトリでも売ってると思います。リングスという商品です。類似商品が他にもあるかもしれません。こちらはピンで固定していますが、ドアとかにつけることもできます。こんな感じでパッと防止をかけれるのでとても便利です。我が家は2セット購入して連結して使っています。玄関やクローゼットにとてもおすすめな商品です。我が家の玄関ドアはマグネットが貼れるのでフル活用しています。印鑑ケースにマグネットを取り付けて印鑑を貼り付けたり、靴べらもパッと使えるようにここに貼り付けています。マグネットが内蔵されているもので、こちら楽天で購入しました。マスクケースもマグネット付きです。子供たちの背の高さに合わせて貼り付けれるのでとても便利です。三面鏡の扉の裏もフル活用しています。歯磨きホルダー以外は全てセリアで購入した収納グッズです。ヘアピンを貼り付けたり、ゴムを引っ掛けたり、何でもかけて収納しています。コップは日向ライフさんで購入しました。マグネット式でとても便利です。洗濯機には先日紹介したタワーマグネット仕切り付きヘアアイロンホルダーを使用しています。さっと戻せるので便利です。タワーマグネット洗濯洗剤ボールストッカー、中にはオキシクリーンを入れて使用しています。こちらも見栄えはイマイチなのですが、ダイソーのドライヤーホルダーを貼り付けてドライヤーを収納しています。ブラシホルダーはセリアのものです。洗面台で靴などを洗うときに使用しています。ハンガーは棚のワイヤー部分、洗濯機の横のデッドスペースに収納しています。その下にはタワーのバスタオルホルダー、デッドスペースにつけれてとても便利です。脱衣所は本当に汚れやすいので、見栄えよりも使いやすさ重視で収納しています。
掃除道具もすぐに掃除ができるようにフックをつけて掃除アイテムを置いています。楽天で購入した取り付けれる引き出し、粘着テープで取り付けています。とても便利だったので楽天マラソンで追加購入予定です。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。